で僕ねタイミングが悪いですよいつも。なんかあの岡山でロケやって、はい、で朝早いロケでね着いたんですよ。ほんならもう眠たいし、でもなんていう の, あの切符もなんか知らんけどガチャガチャンって閉まるよね新幹線の。ああ穴も閉まることあんのみたいな。なるほど、運悪いです、ね、もう運悪いです。一回ね JR でこっち入れたらこう閉まったことがあるんですよ。これすごないですか。えこうこうとはどういうことですか。だからこっちに閉まるように閉まったんですよ。ここ入れてんのに。えここ閉まるの分かるじゃないですか、はあ、こっちにバンって出てなんかむっちゃ鋭利なもんが僕の方に向かってきたんですよってなって、はあ、だからもうなんか入れると閉まるんです僕ね。へで岡山でも今後閉まってて、ほんでまあ降りました。雨ザー降ってるんですよ、はあ、でジャンボタクシーって分かります、ワゴンタイプのワゴンタイプのタクシーで移動ですって。ほんでどこ止まってんのって言ったらめっちゃ雨降ってんのに、はあ、普通やったらロータリーのとこ止めません、はいはい、なんか雨がかからんとこ、うん、じゃなくてものすごい遠いとこにねポツンと止まって、ああほんでなんか運転手さんそこで傘さしてこうトトロみたいに待っとるんですよ。ああそこで待っても知らないから思って、そうですね、ほんでなんかまあ、そこまで行きましょう言って、もうまあタイミングが悪いのがで行こう言ってわーって女の子のエディだけやったんですよ。ついてて子がほんでわー行こう思ったら兵藤さんって傘をこうさしてくれるんです。僕傘なかったから、はい、でも僕さすということはその子濡れるじゃないですか、はい、ね、で僕はその子にかまへんと俺は走るとそっちの方が早い言うて、まあ、全然早いのはいいんですけど行けばカッコつけて早い言うてわー行ったんですよ。でまずタイミング悪い話ね、バーって行った時に僕がちょうど走ってるところがバス停が、バス停のバスね、でここにバス停があるんですよね。でここあ屋根ついてて、うん、朝の通学の高校生が30人ぐらいこうやってもうそこでこうひしめいとるんですね。ほんで僕が走っていたとこがちょうどこの交わるとこやったんですよ、はあ、ほんでまずバーって、まあ、バスが来た、はい、僕走ってるでバス開くこっちからなだれるように来る僕中心点におったんですよ、はあ、で僕押されて僕が先頭にそのバス乗るような感じになったんですよ、はあ、で僕は乗れ乗れって言ってほんでバーってかき分けてでバーって走っても雨降ってるからほんでもう飛び乗ろう思って、うん、残宅にで飛び乗ろう思ってこう乗りゃええのに、はあ、こういったのあね、ほんと上のゴムがついてるけど枠に頭ガザーンって打ってん、もう頭打った史上1位ぐらいのガザーンってなってん。ほんでこっから信用してもらえないんですけど、うん、バーンって打った瞬間目がチカチカチカって光走るとか言うじゃないですか、はい、もうそれどころじゃなくてもう目の前がピカーンって光ったんですね。でピカーンって光った瞬間にねその中にねテンガロンハットかぶった白人がねこうやって笑ってるんですよほんまにもうバデーンってなった時にテリーマン的なボンを白人がねって笑ってるんですよ。何やったんや思って前世ちゃうんすかそれは俺前世白人、前世白人テンガロンハットちゃうんすかだから今ハンチムかぶっちゃいますから。いやびっくりして、これみんな言うても絶対とか出てけえへんって言うんですけど、その人は見たことないんですか。ないねん、テンガロンハットかぶってなんかね下僕れの白人なんですよ。ほんでにって笑ってるんですよ言った瞬間にそれはアホやうちおったなじゃなく、この先もお前は頑張っていけよみたいな。いやイメージ的にはいけるかそんだけ言っていけるかっていうような顔やったんですよあかんあかんって言った時、それじゃどうしてくれるな。あ俺この前ツタヤ行ってもう今日は1時間半ぐらいなんかうろうろして DVD がっつり借りたろう思って、で見れんでもええからもうストレス解消で借りたろう思って、ほんでねめっちゃ怖かったんがもう借りて十何枚ぐらい借りたんをね店員さんのところにバンと置いて待ってたんですよ。ほんでピッピッってやりながら兵藤さんポニョ2枚ありますよって言われたんですね。これやばいな思って要するにうわポニョやん思ってええやん言うてザー回って1時間後ぐらいにまた戻ってきてうわポニョやんええやん思ってまた戻ってくるんですよえってなって、はい、ああすいませんあ間違いやわって言ったら、うん、一番ビビったんがシュレックも2枚ありますよってやばいでしょ。へえー、ほんでなんかそれも違うんですっていうプライドがなんか許さへんかったんですね。シュレックの場合あそれは2枚でいいですってわけだから何のあのプライドはいるんやろ。まあそうですか、シュレック2枚だみたいな感じでなんかねボケてくることは最近多いですよ。花屋敷一人で行ったんですよ。なんでそんなとこ一人で行くんですかなんかねイベントずっと東京でやってて、うん、でなんか前乗りで行こうみたいな、うん、あれ花屋敷やったと思うんですけどそのマジックルームみたいなのないですか。
あ、鏡の、いや、ごめん、違う、あのね、マジックルーム、椅子こんなね、ベンチシートみたいなのが並んでて、スタートってなったら、なんかもう訳分からんことになる、室内がぐるる回ってて、自分もなってる、あるあるある、そう、部屋が回るやつね、うん、ほんでね、乗ろう思って乗りますって言って一人で行って乗ったらカップル二人おったんですよ。ほんで僕こう乗ってたら別れ話してんすよ。でね、なんかね、もうほんましつこいってみたいな、そんなとこでするね。ほんでね、もう俺の気持ち分かってんだろみたいなこと言ってて、だから本当嫌なんだとか言うと、うん、そういうの嫌なんだしみたいなこと言ってて、でブースタートですみたいなのがあって、でゴロンゴロンゴロン言うてうわ回ってるんですよ。回ってるんだけど、俺お前のこと好きなんだよみたいなことずっと聞こえてくるわけですよ。ほんでね、もう何やねんな、これ全然面白ないんですよ。回るよりもそっちが気になるから、うん、はい、ほんでね、わーっと終わって、ほんでもうプーンって終わって開いたらね、な、女の人がほんともう、もう私帰ろって言って帰ったんです。で、男なんでそんな嫌われてんのかな思ってちょっと笑ってもたんが、男がおい待てよって言うて、俺の気持ち分かってんだろうってこうなりながら追いかけていたら最近なんで、お前完璧に目回ってるやんみたいな、三半規管おかしいなって思って、うん、お前三半規管弱い方やろでね、iPod なのか、うん、iPod なのかもわからないそんなビッグカメラなのかビッグカメラなのかみたいな、うん、これね、僕の中では重要なんですよ。あの iPod やのに iPod っていうと大阪のおっさんで言うね、ディズニーって言うてるおっさん、ディズニーのこと、ディズニーっていうおっさんノリで、無理して買いに来たと思われたら困るからと思って、店員さんに行くまですいませんって呼び止めて言うまで、僕の頭の中ではとうとう動画ずっと光ってるんですよ。ってなって、わーってなって反応しきれへんかって、どうかどうかっていうのが反応しきれへんかって、店員さんにすいません iPods って言ってもうたかっこよすぎて、ほんでああみたいなお願いしますみたいな、もう2個買うんかみたいな、2個以上買うみたいなS ついてますもん最後にあーってなって、結果 iPod どうやねんね。ああそうですか、うん、ほんでわ全然わかんないんですよって言ったら、 iPod なのって言うんですよね。で iPod なのっていうのがあるんですよね。iPod なのって急にね食べ口、急に食べ口というか、あ、 iPod 買うんは若いノリやからこのノリで来ようかみたいなと思ってもうたんすね。そう、ほんで iPod なの、 iPod なのですかっていうなのでタッチって言い続けていく感じやったんですけど、で iPod なのって言うからだよってこう言うたんですよ本気本気で。ほんで向こうはってなってこちらへどうぞってなったんです。あれまた普通に戻ったみたいな、距離が縮まったのに、また離れたみたいな、一緒にタメ口になったのに、わーってなったみたいな、何があかんかったの俺の今の返しでみたいな。ほんで行ったらね、なんかこれがサッフルですって、なんか高いチョコレートみたいなやつね、なんかあるんですよ、四角いやつ、ね、四角いやつ、はい、ほんで、でこれがナノですって、そこで分かって顔真っ赤っかやもんほんでこれ分かんなあそう、ああ言うて、ね、ほんでこれが iPod、クラシックですと、うん、でこれはタッチです、うん、分かる違い、あの僕も最近あの iPod、平べったいやつ iPhone みたいなタッチのこうだ、はい、一番大きいの買いました。あ、こうあ一番はっ俺16やねん32こうた32、はい、いや俺それも分からんかって、はい、ほんでね聞いていったら、うん、なんかあのクラシックって何ですか言うたら3万曲ぐらい入るよね、うん、で3万曲なんか俺人生で出会ってへんわよ、うん、ね、うん、で5000限界やろみたいな、うん、で自分で作ったね、あの間に合えへん時の歌とかあるじゃないですか、はい、俺は間に合うみたいな勝手な歌を入れても7000ぐらいちゃうかと、ね、生涯2000も歌ってますかそれ多分なんかね腹減ったけど頑張るぞみたいな応援歌テーマはいっぱい作ってるから、でそんなにはいらないですわと。ほんならね、やっぱりこうこれいいですタッチですよと。ほんであこれいいですねってなって、でこうやっ てなんかいっぱいね、初めの画面になんか株価とかいっぱいあるじゃないですか、いろんなんが、うん、ほんであこれええなあ思って、でこれくださいって言ったら、なんか知らんけど容量は言うから、これまた分からへんから、うん、容量は、でまあそんないらんしね、1でってこう思いっきり言ってたんですよあれ8からなんですよそうです、1なんかないですよ、ね、1でって言ったらはって言われていやいや8からなんでって言われて、あまた顔真っ赤かい、俺の中ではただ iPod が
なんか楽しげなだけで来たのになんでここまで恥かかなあかんのほんで、うわ、8からか思って、キー動転して、10でって言ったら、10はないですと。8、16、32ですと。ってなって、もう、うん、へこ、うん、びっくりして、ほんで、32高いから、16でって言うたんですよ。ほんで、まあ、商品取ってきますって。ほんで、パーって来たらね、あれ、びっくりせえへんかった、うん、安いもんちゃうやんか。うん、3万ぐらい払ってるわけやんか。うん、俺、初めな、その人のへその方を持ってきたんかな、思ったんや、この話ね。これです。何の話と、ね、一気にまた距離が縮まったなみたいな、ヘッドホン見せる間からなそこまでねほんで、え、何これと、ほんで、これですと、商品は、あ、そうですか、うん、いや、箱は、言うたら、いや、これですと、もうこんなクリアなケースだけに入ってて、うん、説明書はこの中です、イヤホンもこの中ですって言って、バーって入れ、入ってるんですと、こんだけのお金出してせえないな思って、ほんで、これ買うわ言うたら、あれ買うた、クリアのあの画面を保護するシート、ああ、シールを貼った方がいいですよって、でおっさんやからね、若い子のあんな貼れへんの、もうなんか昔の人はテレビこうでね、布かぶせるみたいな感覚で木の枠とかね、木の枠のねコートケアみたいなんで、でこうたんですよ。ほんで次の日が東京やったから、ほんでもうすぐ使いたいから、でなんか iTunes がないんやって、もう分からへん、もうで嫁に言うてやってもらえますから言って、ほんでバー帰って、帰りつさやに寄って、ほんで沢田研二 A 面コレクションいうのが出てるんですよ。もうジュリー熱唱のやつがね。でこれ借りて、ほんで朝のヒットスタジオいうの借りたんですよ。あの小倉さんがやってる番組の懐かしい歌がいっぱい入ってて、で、ボーイのサイコパスっていうねアルバムね、なんかバラバラやんか借りるのね、まあ、とりあえずその3つ借りてで行ったんです、帰って。ほんでお嫁に言うたんです、これ全部入れといてと、明日朝早いから、うんうん、で俺のイメージはあの東京に向かう新幹線が進み出した時に電源を入れて、時をジュリーの時をかけて俺は行きたいからとね、これがこのね、なんかこうね、これは iPod タッチデビューやでやったらさ、朝の一スタジオしか入ってなかったんですよ。でもうね、怒るわけにもいかんし、次の日ですね、バーって行ったんですよ、はい、ほんで結構始発電車やったから、15分ぐらい前に着いて、もう止まってたんですよ、はい、で中も入れたから、はい、で座って、そして用意しよう思って、バタってやって、バタンって倒して、で iPod タッチ乗して、ほんでよっしゃと思って、あ、シートやと、シートも貼っておこう思って、うん、これもし買われたら気付けて、ほんでパッて見たんよ。ほんだね、ちょっと板っぽいところに薄いシートみたいなのが、うん、両方透明なんですね。ほんで、あ、これを貼ったらええねやと。ほんでパッて説明書読んだら、もうそれも簡単やね、説明書も、うん、ほんでイストニーって書いてるのがあって、うん、なんかバンドエイドみたいに剥がしていくんですよね、うん、でまたちょっとドキドキする外科手術みたいに緊張感を走らせるんですよ。位置を慎重に引き上げみたいなことを書いてるんですよ。これもちょっと緊張するなでもうね、一人でね、汗かきながらね、こう位置慎重にわってやったんですよ。ほんでこの板っぽいのを取り外したんですけど、どっちが保護シールや思います。あー、そうか、こっちって書いてないのよ。ああ、でも携帯のイメージはペラペラの方やないですか。ああ、だからほんまはこっちの板の方なんですよ、結果ね。ほんでピーってやって、もう板の方いらん思って、横の空いてるシートにパン掘って、ああ、ほんでね、そのペラペラの方を置いて、ほんでパッて見たら、空気を抜いてって言うて、空気抜くねんけど、シートもずっとずれていくんですよ。あれ、いつってなって、あれあれあれってなって、あれってなって、あ、まさかこれかな、嘘やろ思って、持ったら寝さって言うたんですよ。うわってなって、うわ寝さって言うた思って、ほんでもとりあえず置いとこう思ったら、新大阪発やで、はい、誰のケア縮れたけ、びっくりしたわ。タッチとクリアの株価のとこにプリプリってなったのびっくりしたわ。あれ株価かな思ったわ、あのこう上がっていくか、株価のチャートがこう上がっていくかのようにプリってなっとんねん、アホか言うて。ほんで次やろう思ったら、はいはい、で電源入れて、もう言うてる間に汗だくなって思って、ほんでやろう思ったら、今度タッチがうまいこといけへんの、おっさんになって反応せえへんやんか、ロッピーでもせやわ、あれガーって入れたいのに点々が一個も反応せえへんねん。わかりますわかります。ほんで点々やったら点々ってなって、どんな味やねんお前、ガガガガみたいな感じになって、でわけ分からへん時あるやんか、はい、ほんでまあってなって、もう TOKIO もないし、泉谷しげるさんの春夏秋冬でいこうもん、はい、ね、押してんねんで、押してんのに、そこ、ほんまにね、ここ、泉谷しげる春夏秋冬の、押してんのに、その下の鈴木清美がね、タクシーにって始まるんですよ、ずっと。
5回ぐらい止めよんねん。違うやん、タクシー5回も止めやん。5回押したら5回ともタクシー止めよんねん。ほんでもうちょっと上から思って上押したら布施明の君はバラより美しいが始まって結局春夏秋冬聞けずで、もうええわ思って君はバラより美しいで思って、ほんでもう毛付きのやつで今も使ってます。毛付き、毛付き、毛だけは取りなはれな、そんな。いやもう嫌です、もう今なんかもうなんか大事に扱いたかったのに。わかります、もうデビューがそんなんやから、デビューがなんかぐちゃぐちゃになってもどうでもいいわってなりますね。タッチするやつってもうちょっとおっさんに優しくしてくれへんかな。あの銀行でもね、ずーっとこないなってるおっさんおるやんか、はい、ほんでこれでよろしいですかみたいな、おっさん頑張れよ思って、うん、おっさんなんかパン押した瞬間にね、もう一度初めからで何押したんやえ何したん。もうだって乳首とか舐めてまいますもんね。今はないですよ、赤ちゃんの時は。え、赤ちゃんの、はい、赤ちゃんの時の乳首を兵藤さんが。そんなにね、ねちっこく舐めてませんよ違う、抱いててもう可愛いね、可愛いって仕方ないね、もうあかん、うぇーみたいな、そんなねちねちいかないですよ。だから可愛くなってもなんか、あーなって、えーみたいなはあります。いや、そうなんだよ、言うな、言うな、お父さんに聞いてみ、舐めてるで君らな、偉そうにな、こう言うやん、女の子でもお父さんのこと言うたってさ、ここに乗ってたんですよ。今も子供も偉そうに言いますよ、僕のとこ来てね、それがね、ここに乗ってたよ、うん、お尻にポンってなって、ここに乗ってた子ですよ、がこうやって補っていってわあ言うわけじゃないですか。ということは生まれた時なんかびっくりするほど愛されてるわけですよ、女の子、まあ男の子もそうやけど、うんうんうん、女の子なんか特にお父さんには、うんうん、だから僕ね、全身舐めたろう思ったんですよ、うん、ただね、それはいかんって言われたんですよ、うん、嫁に、うん、それはあかんと、なんかお、なんかね、記憶ないと思うけども、成人してね、嫁が好きな人に捧げる時になんかの脳のメカニズムで親父がレロンって舐めた映像がピャンと走ったりとかすると、うん、えらいことになるから、なるそれはあかん言って、で我慢しててんけども可愛らしすぎてね、うん、たまらんねん、うん、みたいなので、ね、なるほど。いやでもその気持ちはわかる、僕もガーって噛みちぎりたなります、お尻とか、もう可愛らしい、ダーンってなってハーってなるけども、その噛んだらもう泣き叫ぶじゃないですか東京に来る機会がこうやって増えてね、はい、で、あのね、東京の子供っていうのはね、賢いね。へぇー。個人さんのがね、大阪と全然ちゃうなっていう経験があったんですけど、この前ね、ルミネ劇場ってあるじゃないですか。はい、吉本のね、はい。そこの合間が暇すぎて、もうね、もうおろおろおろしてたんです。うん、ほんで、もうやることないから、うん、都庁行って、都庁見上げて心の中で、石原くんって叫びに行こう思って、心の中でですよ。ね、行こうかなと思って、信号待ってた。